頑張ろう。はい、今日このニュースまでいきます。バカかっけえな。おはようございます。いや、髪ボサボサだ。長友選手が川島選手の話をめちゃくちゃ聞いてるだけのチームカムのあれがあるんですけど、まあ、あれ見ただけでやっぱり一流の人のその学ぶ姿勢とか意欲とかそういうのがすごい伝わってきましたよね。やっぱり人の話を聞けない人でやっぱ上に行く人ってやっぱなかなかいないと思うし、まあ、それをしっかりと自分に当てはめて話を聞いたり、まあその、まあ、そのインプットしたやつをしっかりとアウトプットできるように、まあ、言語化能力もすごい大事だなっていうのは、感じてるんで、まあ、僕もこうやって YouTube 通して、まあ、発信したりしてるんですけど、まあ、自分の言葉をしっかりと伝えること、まあ、言語化能力っていうのはもうちょっとね、レベルアップしていきたいなと思ってる部分ではあります。なんでまあこういうなんかお話じゃないですけど、まあ、話の部分とかも、こういう動画の中でも少しずつ入れていけたらなというふうには思ってます。ということで今からは整骨院行ってきます。朝ちょっと勉強し忘れたっていうかちょっと時間なかった。時間を作るもんなんですけど、ね、やらかしたわ。まあ後で頑張ってやろう。まあ、今日はその後午後からまた練習なんですけど、スパイク新調してるんで、スパイク新スパ興奮。持つやん。ごちそうさまです。ABC マート来ました。靴磨きスプレー欲しいんで買います。あった。これ。これっす。これめっちゃいいっすよ。行きます。はい、ドンキに来てます。ちょっとね、足りないものを、買うたびに出かけたいと思います。これがアイテムの時だって泣いてみて。待てこれ昨日届きました。でけえ。また昨日これドンキで買った分ね。日用品をいっぱい買いました。とりあえず持っていきます。これは。こいつら。おはようございます。
昨日と今日結構準備とかいろいろ片付けとかに追われてて撮影してなかったんですけど、まあ、今から、ちょっと髪伸びたんで髪切りに行ってきます。で、そのまま練習行って、行きたいと思います。また今日も DS ライト履いて頑張っていきたいと思います。じゃあ行ってきます。貸してくれる。いいですね。あげれるっすね、この。チェイスね、これ。楽だろ。はい。濡れてもなんて変わらん。はい。シップ上げてな。はい。どっちですか。全然いいです。ちょうどいいです。行ってきましょう。在高校時代でも年で区切ってもいいですね。20歳、21歳、22歳みたいな感じで年で区切ってもいいし。